どこで見つかったか教えて。ここすごかったし、やっとめっちゃ綺麗だった。こちらが発見された水色のアマガエル。その珍しい色に子どもたちも興味津々です。おととい、滋賀県大津市の平保育園の畑で園児たちが見つけました。保育園が毒などがないか地元の博物館に問い合わせたところ、色素変異によるものだと判明。通常のアマガエルが持つ色素のうち黄色の色素を持っていない可能性が高いということです。時間があるとカエルさんの餌探しに行かなっていう形で外に出て行って、自分たちでこれやったら食べれるかなってちょっと考えたりとかして餌を捕まえようとしている感じです。保育園では今後このカエルを飼育するかどうか子どもたちと相談して決めるということです。